こんにちは、ABS プロスタッフの徳江和恵です。今回はコロンビア社最新作インパルスのレポートをお送りいたします。2015年3月中旬、コロンビア300の最新テクノロジーとして発表されたハイパーショックテクノロジーは、ピンに当たった時にボールのパワーが保たれるようにインナーシェルに強力に衝撃を吸収する増強剤を添加して、ピンに当たった時の衝撃をコントロールして、ボールの動きのピン負けしない強さを維持するものです。リアクションもスワーブからスワーブ GT でハイブリッドカバーストックに変わることで、スムースな動きからメリハリ感を強調させて、オールに対しての絶対的な信頼感も同時に発揮できるようになりました。今回コロンビア300は新しいテクノロジー開発に伴い、スワーブ GT と同レベルであるリフレックスハイブリッドカバーストックとハイパーショックテクノロジーの組み合わせを UMP 領域で発売することを決めました。それが今回のこのインパルスです。リフレックスハイブリッドはスワーブ GT と同じカバーストックなので、すごく噛んでしまいそうな雰囲気なのですが、やや粗めのポリッシュ加工なので、スムース中もスムースな滑らかなキャッチを感じます。先で急激に動きを見せるイメージとは異なる、非常に的確にコンディションを捉えるボールというのが第一印象で、ミッドレーンからの動き出し、そのまま軌道を外さずポケットヒットまで維持しますので、スワーブ GT のイメージをそのままミディアムコンディション用に仕上げた感じとでも言いましょうか。ミディアムコンディションを軸にピンアクションの要でもあるハイパーショックテクノロジーを使用できるのは皆さんにとっても朗報だと思います。将来的にヘビーオイルからライトオイルまで、全ての領域にハイパーショックテクノロジーが取り入れられるとき、ピンアクションが良いイコールコロンビア300というブランドイメージが成り立つのももうすぐそこかもしれません。ハイパーショックテクノロジーのボールがUMP 領域にできたことで、 HP 領域以外でもピンアクション勝負できるボールができました。ぜひ皆様、このコロンビア社300最新作
インパルス、お試しください。